はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、キジキューです。去年ご紹介したいアイテムはこちら。ラベンスバーガーのですね、ちょっと懐かしい作品ですね。ミスターダイヤモンドですね。これ1993年のですね、非常に古い作品なんですけども、たまに取り出してきてプレイすると楽しいんですよね。連続でプレイするゲームじゃ、これ実は残念ながらないんですけども、今日はこちら、ミスターダイヤモンドをご紹介したいと思います。はい、これミスターダイヤモンドですね。まあ非常に古い作品なんですけども、もうほとんどですね、ここね、ここのボックスアートがですね、まあもう全体を表しているわけですけども、こういう黒いボードが1個あってですね、そこのところにこうなんかこうなんか立ってますよね、これね。これがまあ宝石を表しているようなんですけども、これを取る。で、自分の手元にですね、カードが配られるんですけども、その上に置くと、そのカードにかかっている金額がまあポイントになると。で、これをですね、まあ、ずっと繰り返していって、総合得点を一回しと、まあ、さったそんだけのゲームなんですよね。じゃあ何が面白いかっていうと、このボードのところに秘密がありまして、早速中を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、先ほどのコンポーネント出してみました。まあこのコンポーネントがあるのと、このカードだけって、まあね、昔のゲームなんでさっぱりしたもんなんですけども、こちらをさっき言いました通り、手番が来たら1個引くと。引いたらここのところに3000とか書いてるんで、ここからこの宝石を取って、ここに置けばこの3000点が入る。まあこんな簡単なゲームなんですよね。で、これがなくなったらゲーム終了ということで、この完成してるね、このカード合意表勝ちということなんですが、引いて終わったらここから宝石を取るわけですよ。もうこれね、画面で見えてると思うんですけどもね、まあそれは取ればいいじゃんと思うんですけど、これ分かりますかね、これ何分の1かフェイクなんですよ。これ動かないんですね、取れないんですよ。私これね、結構こう見てもわからないんですよね。結構そばで見てもわからなくて、これ今アップしましたけど、わかりますかね、このうち何分の1かはフェイクで動かないんですね。目視で見ていてもわからなくて、例えば1個取ってみますけど、例えばこれ今取れましたね。取れたので、ここのカードの上に置けて点数が今入ったんですね。で、次のプレイヤーがまた引いて、まあ、今度1000なんですけども、1000だったのでどっかを狙って、じゃあこれだっていうと取れる。じゃあ次のプレイヤーが今度4000なので、4000って狙って、じゃあこれだっていうと取れる。次のプレイヤーこれ狙ってやって、ここを押すと動かないんですね。動かない。これほとんど見分けがつかないんですけど、よくできてるんですよ、このデザインがね。これのデザインがよくできていて、確実に何割かはこれ動かないんですよ。取っていけば当然ここ減りますよね。減っていくと、この中に動かないやつだけ確実に残ってきて、動かないとかね、いうのが残ってきて、覚えられないんですよね。確か、あそこに並んでるやつのどれかは動かなかったはずなんだけど、どっちだっけなって言って、プレイしながら2回も3回もそれさっき動かなかったじゃんっていうのを押してしまうなんていうことがあったりして、完全なパーティーゲームなんですけども、私パーティーゲームそんなにたくさん長く持っていないんですけども、これだけですね、時々出してきてプレイしたくなるんですよね。一番冒頭にも言いましたけど、たまにプレイしたくなるっていうのはですね、覚えちゃうんですよね。覚えちゃうので、こう積んであって何年かして出してくると完全に忘れているので、なんだっけなとか言いながら、あー確かこれ動かなかったこれはとか言いながらね、プレイするっていうのが非常に面白いんですよね。わからないんですよね、よくできてんなこれとかね、いつも思うんですけども、もちろん他愛のない効果もあって、まあ、こういうね、ハンドカードみたいなのがあるって、ハンドカード取ると自分のところにこれね、5000っていうのがあって、誰か同じ5000っていうところに宝石を持ってる人がいたら取れるなんていうね、まあ、特殊なカードもありますけども、もうこれはあくまで鉄的ね、おまけのカードなんで、メインは引くと。引いたら6000、よし6000だぞ、チャンスだぞって言って、これだ、動かない動かないっていう今本気でやったんですけどね、動きませんでしたね。本気でこう動かないっていうところ、面白かったり悔しがったりっていうところがですね、非常に面白いですね。これ非常に簡単なゲームなのでですね、これ実は再販してほしいなとずっと思ってるんですけども、なかなか再販されませんでして、全然ゲーマー向けじゃもうありません。どこ見てもゲーマー向けのやつはありませんからね。なんですけど、軽くちょっとプレイしたいっていう時には非常にですね、盛り上がれるいいゲームじゃないかなというふうに思います。で、若干ですね、やっぱりちょっと昔のゲームなので、このカードの山札がなくなるまでやれとか書いてあるんですけど、ちょっと長いので、これ何割かちょっと削ってね、ちょっと削って、まあ、同じ手番数になった方がいいと思いますけど、若干削ってやった方が楽しめるような気がします。最後になるとやっぱちょっと長くてですね、もうほとんどここがですね、動かないものだらけになっちゃうので、ちょっと削ってプレイした方が
いいかなという気はしますけども、このミスターダイヤモンドですね、ラベンスバーガーのですね、1990年代のですね、パーティーゲームとしては個人的に非常にお気に入りなんですけども、お気に入りだけど繰り返しプレイできない、たまにプレイすると非常に盛り上がるってですね、非常にですね変わったジャンルのゲームになっておりますので、今日こちらミスターダイヤモンドをご紹介させていただきました。はい、これミスターダイヤモンドですね。やっぱり最近ですね、1990年代のゲームとか2000年代前半のゲームとかね、まあ、いろんなもので最近ね、リメイクされていっていますんでね、この2017年現代ですけども、これも一つリメイクしてもらえばですね、楽しめる方々はかなりいらっしゃるんじゃないかなと思います。これ全然今見てもですね、色合わせることなくて、まあもちろんゲーマー向けではね、全くないですよ。完全なパーティーゲームなんですけども、軽く楽しめてですね、こう覚えるようで覚えられないっていうのはですね、なかなかいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、今回ですね、このね、ボードに接着されているダイヤモンドが乗ってるね、この台とそうでないやつを見分けながら撮っていくっていうですね、1990年代の懐かしい名作ゲーム、ミスターダイヤモンドをご紹介いたしました。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。